こちらは学校向けタッチディスプレイ、ビッグパッドキャンパスです。ここからは私と実演販売士のキングダム中野さんと一緒に分かりやすくご紹介させていただきます。キングダム中野です。よろしくお願いします。さあ皆さん、あのビッグパッドがギガスクールにさらに対応した楽しく使いやすい進化を遂げたんです。楽しく使いやすく進化？はい、そうなんです。新しいビッグパッドを使えば児童生徒が主体的に参加できる授業、これが実現できちゃうかもしれないんです。4つのポイントに絞ってご紹介していきます。ホワイトボード機能がさらに使いやすくなったんです。今までもペンの前後で機能を変えたりできましたよね。例えばこっち側はテキスト化する、反対側はフリーハンドで書ける、そして手のひらで消しゴムとして使うことができる。さあ他にもこんなことができるようになったんです。ちょっと見ててください。いきますよ。はい、あ、サッカーコート。そうなんです。これがあれば体育の授業で誰がどこを守るのか生徒と一緒に考えて戦略を立てたりできますよね。これは楽しい。他にもいろんな背景が選べたりするので、ぜひいろいろ使ってみてください。また算数の授業で今まで書くのが大変だった、見てください、こういった図形挿入できるようになりました。立体図形、これフリーハンドで書くの大変だったんですよ。嬉しい。学校って本当いろんな生徒さんがいますよね、まあ、だから面白いんですが、誰かだけがわからない、そういった状況は作れませんよね。そうですね。そこで新しいビッグパッドはこちら、 CUD 認定マークを取得。これつまり色覚タイプの違いにかかわらず色の識別ができるように配慮されているんです。これって学校教育では絶対必要ですよね。誰もが楽しんで勉強できる、これが重要ですよね。今学校で先生が好きなことを教えていいという時間ありますよね。そんな時先生の持ち込み資料、これを活用しやすい方が良くないですか。資料を表示するためのセッティングって結構時間かかってたんですよね。そうですよね。そこで新しいビッグパッドはなんとこれだけの活用方法があるんです。見てくださいよ。ウェブブラウザしっかり入ってますよね。オフィスもなんとビッグパッドで使えちゃうんです。すごい。これ1台で全部できちゃうんですか。そうなんです。さらに休み時間にはデジタルサイネージとして使えちゃうので、例えばお知らせ、移動教室の案内、クラスの思い出の写真表示なんてこともできちゃうんです。これはみんな好きになってくれそうですね。一人一台のタブレット、この活用がビッグパッドでできるんです。生徒の持っているタブレットに先生から問題を共有。あ、問題が来た。来ましたよね。じゃあ佐々木さん、生徒になったつもりで問題実際に解いてみてください。はい。さあ、わかりました。生徒さんが手元で書き込んだ内容がリアルタイムでこんな風に先生の画面に表示されるんです。おお、うん、さすが佐々木さん、全問正解、花丸をあげましょう。あ、私のタブレットにも表示された。ビッグパッドならリアルタイムで双方向のやり取りができちゃうんです。これなら生徒みんなで考えて参加型の授業ができますよね。使いこなせてなかったタブレットがこんな形で活用できるんですね。これは楽しい。4つの進化を遂げた新しいビッグパッド、ぜひ教育現場への導入のご検討お待ちしております。シャープ B オリジナル。